人口は少ないが、夏季になると海岸沿いの別荘地にやってくる人々が多いため普段の倍以上になる。ロスカンベルはアルモリカ地域圏自然公園の一部となっている。サンテロア教会サンテロアの泉。ブルターニュの教会近くには、聖人の言われが伝わる泉が多く残る現在も、残る第二次世界大戦時代の爆弾のアナコミューンは南北に伸びる。 ロスカンベル半島に位置する。ロスカンベル半島そのものはさらに大きな黒ゾン半島の一部である。コミューンは三方を海に囲まれている。西の色はズ海北のブレスト海峡、東のブレスト停白地である。そこには自然が作り出した有名な崖や岬があり、ロスカンベルを特別な存在にしている。ブレスト海峡に面しており、 ブレスト停白地の入り口であるという地理的条件は、ロスカンベルが過去から軍事上重要で多様性を持ってきたことを説明している。ブルターニ半島の果ての半島であるクローゾン半島、そしてロスカンベルがクローゾン半島のさらに半島部であることは、コミューンが長い間孤立してきたことの原因になった。例えば、ブレストとの往来は、カラスが空を飛ぶように行けば非常に近いのだが、 陸路を用いると 60km 以上の距離になってしまう。フランス海軍が軍内部だけで行う交通を除くと、海上交通はわずかしか存在せず、ロスカンベルの町から発するものはない。ロスカンベルのルフレー港は昔からいくつかの民間海上交通が開かれている。細長く広がるロスカンベルの町は東向きであるため、優勢な西風から守られており、 船の退避所となっている。ロスカンベルの備機港は非常に湿気が少なく非常に風が弱い。現在の住宅地はコミュームの東側に集中している。コミュームの西部と北部は現在完全に人が住んでいない。これは軍が設備を放棄したためで未だに新たな建物が建てられない領域となっている。半島中でいくつかの相違が参見するが、 こうした軍の建物が放棄されたのは第二次世界大戦中の爆撃で破壊されたからである。現在でも爆撃によるクレーター上の穴がコミューン内で見られる。農業が大戦後に再開されると爆弾で生じた穴は平らにならされ地雷の除去が可能になった。しかしロスカンベルでの農業は全く行われなくなった。それは半島の内陸にあるためヒースや 低木の茂みしかないからが理由ではない。爆撃を逃れた荒れ地や昔の農家の住宅は、別荘や退職者の住宅へと変えられていった。ロス・カンベルの名は、ブルトン語で2種類の由来を持つ。最初の部分のロスは、誰もがブルトン語のローズから派生することに同意する。2つの対照的な説がある。キャンベルとは、人名、キャドメイルから派生する。 キャドメイルの名は11世紀のランデベネック修道院の特許状大長にて記されている。ブルトン後のカントとアバルから派生している。すなわち千の風の丘となる。ロスカンベルは古くはプルグロゾン教区の一部だった。プルグロゾンとは現在のクロゾンである。5世紀、ロスカンベルの地を支配していたのはブルトン人の狩猟キャドメイルであった。この土地は ランデベネック修道院へ活上された。その後1173年、ロスカンベルはダウラス修道院においてレオン白爵に継承された。ロスカンベル教区はかつてコルナアイユシ教区に属していたこともある。1050年代には、ロスケイト・マリー、1173年と1218年、1535年には、ロスコーンビルと記されていた。 コミューンのラテン語のモットー、パーローザとは、ブルトン語の地名、ローズキャンビルと、バラのようにを意味する言葉ローザヘンビルンが似ていることで、言葉遊びによって生じたものである。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 INSE、e、以下の建築物は、軍用地にあり、フランス国防省が所有している。許可なしに入ることはできない。ありがとうございます。